ダミーズの特産品のプレゼントキャンペーンということでございます。豪華です。詳細をお伝えしたいと思いますけれども、6月の21日本日からですね、27日の土曜日24時締め切りで、ちょっと締め切りすぎた場合のご応募は無効になりますのでお気をつけください。で、28日日曜日21時からの生放送中に、抽選の当選者を発表いたします。特賞カツアワビが1名様、1等の金目鯛、2枚おろしと干物のセットですね、こちらを3名様、2等のカツサザエを3名様、3等の干物のセットを3名様というわけで、計10名の方に、産地直送で南伊豆からお届けいたします。じゃあ発送は7月を予定しておりますのでお願いします。その10名様と別で10名様ですね、この色暖色、南伊豆のゆるキャラですね、色暖色のグッズも当たる確率があるということなので、そちらも楽しみにしてご応募いただければと思います。そしてドン、皆さんこんばんは。南伊豆町長のおかげでございます。いつも長藤真奈さんのライブ配信を楽しみにしていてくださって本当にありがとうございます。この南伊豆町のことをいろいろ聞かされてはいると思いますけども、いつも南伊豆町のことを気にしてくれてありがとうございます。大変コロナで今大変ですけど、南伊豆町海も素晴らしいですので、ぜひ落ち着きましたら遊びに来ていただきたいと思います。どうぞ皆さんよろしくお願いします。こんにちは。こちら伊豆漁協南伊豆町直売所です。今コロナで大変な時期ですが、ネット販売やっております。そんな伊豆漁協さんから今回提供していただくものは、まずは地魚の干物セット。南伊豆の地魚を使った新鮮で美味しい干物をセットでお届け。続いてはカツサザエ。バーベキューなどで人気のサザエはお刺身はもちろん、定番のつぼ焼きなどでお楽しみいただけます。そして金目鯛の2枚おろしと干物のセット。出漁したその日のうちに水揚げされた伊豆近海の通称地金目、そんな高級魚地金目を今回は贅沢にも2枚おろしと干物のセットでお届けします。最後は貝の王様、カツアワビ。高級食材として知られるアワビは、お刺身、おどり焼き、バター炒めなどでコリコリとした肉厚な食感をお楽しみください。実食だー！南伊豆の方。でかい、でかい、なーん、キメダイの2枚おろしでーす。本当にでかいですよこれ。めちゃめちゃ大きいです。ちなみにキメダイはこれともう一つ干物がつくので、じゃん、あーあー、生きてるー。でこれが一番大きいですけれども、こちらとこちらと、あと3これが勝つか。そして、おります。私初めて、手にする。あー、待って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 。あー、くっついてるけど、アワビー、でかいー。あ、ちょっと待って。でかい、アワビーだったらー。おっきい、アワビってこんな大きいんだっけ。これが特賞です、特賞。これ1名様です、これ。あー、美味しくいただきますので、ちょ、すごい斜めっちゃうんだけど、大丈夫か。湯気が出てきたら醤油少々、動きが止まったら、生でも OK。あ、違う、生で、すごい過剰書き。生でも OK です。とりあえず、火つけて、せーの、ペロリンチョー、焼けてるー。おー、見ますか。
磯の香りがすごいです。すごいいい匂いする。醤油醤油醤油。さあ、というわけでそろそろ笹ですね、アワビさん。おいしい、おいしい。続きましてはサザエも焼いていきたいと思いますので、生きておられます。サザエ今ね、もうすぐ終わるんじゃないですか。サザエもうすぐ終わるんじゃないですか。サザエもうすぐ終わるんじゃないですか。サザエ焼いていきたい。じゃんけんパーできます。そう、手とかバランスがいい。そうね、よいしょ。ちょ、でもサザエはね、本当にあの、まあ、お刺身でも食べられるんですけれども、やっぱつぼ焼きが一番いいかなと。なんかうーん、焼かれ焼かれて焼かれ焼かれて。味付けは醤油で。でも私はサザエがめちゃめちゃ好きなんですよ。ここら辺とかいけそうじゃない。あ、これいける、これいける。そうお皿傷つけちゃいそうなんだけど、まな板にします。これはいけそう。あ、いけたいけたいけたー皿取れたで、あとはいけるかな、くるんと。あー出ました、おいしそう待って、これ一口で食べたらやばいよね。さすがにこれ一口で食べたらやばいよねうん、肝うま。待って、あのね、多分これほんと多分新鮮だからだと思う。肝が超おいしい。私これほんとに今感動してる。初めてこんなに美味しい肝を食べたことがない。多分これほんと苦くない、あんまり。美味しい、美味しい。さあ、というわけで新鮮サザエとアワビも、ちょっと金目はあと今日も時間があれなので、で、そして応募フォームの方をお知らせしたいと思います。伊豆漁協さんから今回提供していただくものは、まずは地魚の干物セット。南伊豆の地魚を使った新鮮で美味しい干物をセットでお届け。続いてはカツサザエ。
ベキューなどで人気のサザエはお刺身はもちろん、定番のつぼ焼きなどでお楽しみいただけます。そして金目鯛の2枚おろしと干物のセット、出漁したその日のうちに水揚げされた伊豆近海の通称地金目、そんな高級魚地金目を今回は贅沢にも2枚おろしと干物のセットでお届けします。最後は貝の王様カツアワビ。高級食材として知られるアワビはお刺身、踊り焼き、バター炒めなどでコリコリとした肉厚な食感をお楽しみください。皆さん、改めまして詳細をお伝えしたいと思います。こちら今回の、キャンペーンモノモミナミズ豪華特産品プレゼントキャンペーンということでございまして、本日から応募を開始いたします。6月の21日本日からですね、27日の土曜日、一応24時締め切りで、ちょっと締め切りしすぎた場合の、ご応募は無効になりますのでお気をつけください。28日日曜日、来週の21時からの生放送中に、抽選の当選者を発表いたします。特上カツアワビが、1名様、そして1等の金目鯛、2枚おろしと干物のセットですね、こちらを3名様、そして2等のカツサザエを3名様、3等の干物のセットを3名様というわけで、計10名の方に、産地直送で南伊豆からお届けいたします。その10名様と別で10名様ですね、この色暖色、南伊豆のゆるキャラですね、色暖色のグッズも当たる確率があるということなので、そちらも楽しみにしてご応募いただければと思います。で、抽選発表見れない方もいらっしゃると思うので、抽選発表ですね、応募ページの方でも皆さんのお名前で、発表いたしますので、ぜひそちらもチェックしていただければと思います。というわけでですね、今回は南伊豆の合同キャンペーンということで、なかなか現地に行けないっていう今の状況ではありますけれども、もちろんね、この自粛だったりとかコロナ明けて皆さんがね遊びに行けることはもちろんですけれどもね、この機会に南伊豆のことを知っていただいた皆さんに何かできないかなということで、この企画を組ませていただきました。ぜひ振るってご応募いただければと思います。この後ゆっくりご応募してください。ませませで、注意事項いくつかあるので応募フォームの方を見ていただいて、そちらを確認した上でご応募をしていただければと思います。よろしくお願いします。あとですね、今回そのちょっとラジオっぽくという形でお便りコーナーみたいなものをね、応募フォームに一緒に作ってあります。メッセージコーナーに、皆さんのふるさと自慢ということでですね、ご出身のところだったりとか、今お住まいの地域だったりとか、こういうところにいた時にすごい良かったようなの、ちょっとその自分のゆかりのある地域の、お便りですね、そちらも一緒に添えていただけたら、もしかしたら番組内で時間があったらちょっとそちらの方だけでも読ませていただく可能性がありますので、そこも含めて楽しみに応募をしていただければと思います。よろしくお願いします。それでは皆さん、ご応募お待ちしておりますので、ドン。伊豆漁協さんから今回提供していただくものは、まずは地魚の干物セット。南伊豆の地魚を使った新鮮で美味しい干物をセットでお届け。続いてはカツサザエ。バーベキューなどで人気のサザエはお刺身はもちろん、定番のつぼ焼きなどでお楽しみいただけます。そして金目鯛の2枚おろしと干物のセット。出漁したその日のうちに水揚げされた伊豆近海の通称地金目、そんな高級魚地金目を今回は贅沢にも2枚おろしと干物のセットでお届けします。最後は貝の王様カツアワビ。高級食材として知られるアワビはお刺身、踊り焼き、バター炒めなどでコリコリとした肉厚な食感をお楽しみください。